航空写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成京都南インターチェンジは、京都市伏見区にある、名神高速道路のインターチェンジである。ここから、名古屋方面は、瀬田東ジャンクションまで、片側2車線に、大阪方面は、吹田 JCT まで、片側3車線となる。京都市外。 同市伏見区、右京区休憩北町域、向こう市などの最寄りインターチェンジ。渋滞が頻発するため、上り線の京都南出口は、第1と第2の2つがある。ダブルトランペット型と、上り線第1出口国道1号北駅専用の短いランプウェイを組み合わせた形状である。第1出口は、国道1号北駅京都駅方面のみに、接続している。 出口が2カ所あるものの、京阪国道口や堀川五条へ最短で向かうことのできる第一出口を利用する車が圧倒的に多い。第一出口はランプウェイが短く、本線から分岐して100メートル足らずで、第一出口料金所がある。料金所の先50メートルほどで国道1号機体記車線に合流する。そのため、 国道1号の交通量が多い時は、料金所や国道1号合流点で車が停滞しやすく、すぐに本線上まで渋滞の車列が伸びて、時には出口から1トルほど手前の路肩にまで及ぶ。また、この合流点で追突事故が多発しており、京都府内における事故発生件数ワースト4の交差点となっている。第一出口渋滞時には、 第2出口を利用するよう案内が出ている。かつては、第1出口を通過後に、3車線のうち一番左側の車線が、第2出口の流出車線に直結していた。しかし事故が多発したために、第1出口から第2出口の流出車線まで本線を、2車線に減少させる工事を行い現在に至る。第2京阪道路の接続の予定がある。上り線第一。 出口下り線上り線第2、出口東側の一帯は、産業集積地区の落南、新都に指定されている。また、インターチェンジ南東には、ラブホテルが密集している地域があり、ホテル街を形成している。料金が割高になるが、東 IC を利用する代わりに、大山崎ジャンクションから、掲示バイパス第二京阪道路と乗り継ぐことで、京都市街まで一般道路に降りることなく、 直接アクセスすることができる。なお、2028年頃には、京都南 IC 周辺に、第二京阪道路と接続するジャンクションができる予定で、組山に迂回せずとも利用できるようになる予定。ありがとうございます。